はい、どうも、ふがくんです。さあ、本日もラジオやっていきたいと思います。はい、ということでですね。はい、ということでですね。そろそろね、秋になり始めてきましたね。いや、もう秋なんだけど、もう10月入ったけども、やっぱりね、秋といったらね、食欲の秋ということで、僕のね、住んでるところの近くにね、栗の木が、まあ、大量にあるんですよ。で、そのね、栗の木から、まあ、栗が落ちてね、この道路とかが、栗だらけっていう、そんな感じです。 はい、今日はですね、僕のね、小さい頃の話でもしようかなと思います。まあ、なんで急に小さい頃の話かというとですね、今ね、僕、足が痛いんですよ。 足が痛くてね、この足が痛いのってね、疲労痛っていうね、痛みなんですよ。で、疲労痛ってのはね、まあ、疲労で痛くなるやつなんですけど、すごい小さい頃からね、僕、その疲労痛になってまして、なんか、動きすぎちゃうと疲労痛になるんですよ。まあ、僕はね、まあ、保育園、小学校の頃かな。あの頃はね、もう疲労痛とかは知らなくてね、なんでこんな足痛いんだろうっていう、そんな感じで、泣いてましたね。痛すぎて泣いてたね。今はね、結構痛いんだよ、これ。例えるならどうだろう。例えるならね、ジャイアンに肩パンされるような、そんな感じの痛み。例えるなら。ちょっとジャイアンの力よくわかんないんだけど。引っ張ればそのうち治るんですけど、もう小さい頃はなんかね、湿布嫌いだったんだよね、俺。小さい頃、湿布嫌いで、湿布貼りたくないっていう子供で、こう、何回も経験してるからね、こう、どうすれば治るのかっていうのがね、分かってきてね、疲労痛ってね、なんか、温めれば治る感じするんだよね。どういう原理か分かんないんだけど、温めればね、軽減されるんですよ。まあ、その小さい頃は、親がずっとね、足揉んだりさすったりしてくれてて、でね、多分その摩擦熱でね、良くなって、あ、揉むと治るんだな、みたいな。そんな感じでね、勘違いしてたりしてましたね。はい、ということで、疲労痛で泣いてた、ふかくんの話でした。小さい頃はね、結構泣く子でしたね、僕は。まあ、そんな感じです。はい、ということで、ふかくんでした。バイバイ。